ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。以前にも、大物 YouTuber のシャムさんが、自分のことをバカにしたように笑った日産時のアルスアルマルさんについて、怒りのツイートをしたと紹介したのですが、6月15日にも、自分を嘲笑ったアルスアルマルが、謝罪もせずに普通に活動していることに触れ、日産時運営に対する怒りのツイートをされました。俺を笑ったアルスアルマル普通に活動してやがる。子供がやらかしたのに親は育児放棄か。子供は親に守られて、俺は子供に殺されたわけだ。二次3次は看板がでかくなりすぎて子供の教育不足だな。軍道海霊の剣しかり。二次3次はついにシャムにまで教育不足を指摘されるようになったんか。まあ、二次三次は大きくなる前から教育なんてできてなかったけどね。大きくなってからもできないのは予想外だったけど。軍道海霊の謹慎も教育不足にあるって思っとるわけか。実際、軍道海霊さんが問題を起こすたびに説明と謝罪、必要なら謹慎措置を取らせていれば、ここまで長引くこともなかったでしょうにね。まったく、指導も教育もしてないのが、透けてる上に、問題が起こったら慌てふためくってのを、何度も何度も繰り返してるのだからどうしようもありません。今回の件は、100% アルスが悪いから、知らんぷりせずに謝罪した方が、早く収まるのにな。二次三次が謝罪なんてするわけないけどね。二次三次は、タレントの教育ができない、ファンにそう言われ、上場してからは株主に言われ、ついにはシャムさんにまで指摘されるようになったというお話でした。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。